最近、武井さんにはまっています。以前、武井さんが人生が辛くて死にたい人に世界には貧しい国があって日本は十分恵まれているよと助言する動画を見ました。私はラオスにボランティアに行ったことがあり、日本よりずっと、貧しい生活を見て、日本は本当に恵まれているなと思えた反面、クローン病という難病があり、なんで自分だけと死にたいと思った経験もあり、なるほどな。両方わかるので、モヤモヤしてしまいました。死にたい人減るといいな。まあな。なんか生きていることがさ、特別だなことなんだっていうふうにやっぱり感じられてない人は、やっぱり死んだ方が楽だって思う気持ちもあるの分かるよ。まあ俺も人生の中で本当に、まあ2回ぐらい、もう死んだ方が楽かなって思ったことがあったけど、でもその時ってやっぱりこう人生で、自分さえ環境とか、その周りの人間関係とか、そんなものを一切無視して、自分さえこの知識と能力を手に入れさえすれば成功できる世界があるっていうふうに、やっぱり知ることだったりとか、学ぶことっていうことをしちゃえば、どうにでもなるんだっていう。世の中で決められてるお仕事とか収入とかお給料みたいなものって、やっぱり人からもらうものだから、人が作った仕事を手伝ってとか、人に時間を売ってお金をもらうっていうことがやっぱりベースになってるじゃん、やっぱ労働者って。だからそこだけで考えると、やっぱり苦しい抜け道のないものみたいに感じちゃうことがあるのよ。だけど、だから俺もそこに全然適応できなくて、しんどいと思ったこともあったし、本当に、若い頃こう、まあちょっと自分が求めてるものをなくしてしまって、もう努力なんて何も報われないんだと思って、俺は神様に愛されてないんだと思って、俺の人生、人より100倍努力したってうまくいかねえじゃねえかって嘆こうとしたことあったけど、そうじゃなかったっていうね。これは偶然で、今俺に起きてる悪いことっていうのは非常に稀な偶然で、たまたまサイクルが悪くて悪いこと起きてるけど、今自分がじゃあうまくいってないけど磨いてる能力や知識があるんだったら、これはどこかに必ず生きるはずで、その生きる場所を探すべきだっていうふうに考え方を変えてから、か、もしくは行きたい場所を決める。まず仕事しなければならない、お金稼がなければならないっていうマストやハフトゥーを一回省いて、どんな場所でどんな暮らしをしたいのかっていうのを先にイメージして、そこに必要な能力を磨く時間を過ごすためにはどうすればいいかっていうところから考えると、意外とゴールが見つけやすくて、自分がその死にたいとかいう悩みの場所とは違うところに頭を馳せるから、そこから出口が見つかること多いんだろうね。だから日本の人は、でもやっぱり社会の仕組みがしっかりありすぎるから、やっぱり社会でみんなが会社通ってお仕事してお給料をもらってるっていうのから外れると不安感に襲われたりするし、でもそこの時間がなくなって1日8時間自由に過ごしていいよっていう資格をもらったと思って仕事を辞めた場合は、その8時間でそのお仕事でもらってた給与を上回る能力や、まあ、お仕事を作る時間ができたんだよっていうことだから、それが出来上がるまでをなんとか親なり、まあ、友人親戚なりいろんな人だったり、国の支えだったりとか、そういったものを、例えば仕事がもう精神的に嫌になって辞めました、じゃあ生活保護をもらいます、で月にね、11万だとか、16万だとかもらえたりすることがあるでしょ。8万とかもらえることもあるし、なんかそういう金額をまず受け取って最低限の生活をしつつ、知識と能力だけはその間に磨きまくって、もう昔の給料を超えるお仕事を手に入れる自分の機能を作っとくとかっていうことに集中すると、意外と簡単だから、日本は。だからそこからゴールを見つけたりするのはいいんじゃないかなと思いますけどね。